やっていきまーす意外としょうか皆さんあまりに出来が良すぎてちょ我慢できなくなった配信を開きました <laughs> えーっと経緯といたしましてはエロ小説直接的な表現がないエロ小説を1週間ほど前に Twitter、えー、で募集させていただいて160件以上の応募がありました でその中から僕がいいと思った10作品以上のものを今回発表させていただきたいと思います。で、すべて俺が読むっていうのだと雰囲気とかも壊れてしまうみたいなところがあったんで、シチュエーションボイス撮れる人を募集して、今回その10作品以上のすべての作品でフルボイスでお送りさせていただきます。視聴者の方が応募してくれたミニ小説に視聴者の方が声を当てて一つの作品を作り出したという流れとなっております。 えー、スタンミージャパンが読んだ作品も一つあります。というわけで、やっていきましょう。第1回、何時、驚りのエロ欲を示した前、スキビミニ小説コンテスト <laughs> というわけで、今回やらせていただきます。司会のスタンミージャパンでございます。どうぞよろしく。作品数といたしましては、1、2、3、4、5、13作品。です。 コンテストといっても順位を決めるということはしません俺が好きだった枠視聴者が好きだった枠を2つ作ろうかえー、エントリーナンバーじゃタイトルがね今回ちょっと適当につけたんでその小説の中500字の中のネタバレになっちゃうかもしれないのでタイトル読ませていただきます「嫌いな雨」昔から 雨が嫌いだった。雨直前の湿った空気感。低気圧での節数。濡れるのも当たり前のように嫌いで、予報が外れた雨の日なんかも最悪の限り。濡れた後のベタつき、服が張り付く気持ち悪さ。自転車通学の僕にとって、雨なんて天敵そのものだった。 上京してからもそれは同じ。通勤中、駅のホームで人に刺さりそうな傘の持ち方をするおっさんも、雫をそのままに乗ってくる学生も、雨にまつわる全てが心底嫌いだった。でも、今日、僕の心の中の雨が一瞬だけ止んだ。喫茶店。 逃げるように駆け込んだ窓際の席。僕と同類の人によって賑わう店内の騒音が一瞬にして消え去った。雨で制服が濡れて透けさせた女子高生が窓ガラス一枚先で雨宿りをしている。ぴったりと張り付いた制服から浮かぶ桜色の何か。濡れたせいで色がもっと深くなった紺色のスカート。スカートを絞って きり浮かぶ肉付きのいい現役生の生々しいヒップライン。そして何よりも、前髪を濡らしたまま恥ずかしそうにうつむく、長い長いまつげと藍色の瞳に、目頭と股間が熱くなる。昔から、雨が嫌いだった。それはもう過去の話。 今日から雨のことがもっと嫌いになった。僕にこんなフェチを植え付けたのだから。すごくないすごくない俺さ、作ってる時にマジで、楽しいと思って作品じゃないもん作品だよねまだ12作品あるんでね、皆さん。というわけで、次行きます。 これねもう俺が好きなんだこれ俺好きです。新しいフォルダー、カッコ4。新しいフォルダー4。知ってるんだよね。週2回のが終わってから、私が寝た後、ベッドを抜け出して、そういう動画を見てしてること。興味本位でお気に入りのフォルダーがあるのかを探してたら、 驚いちゃった。私と同じ黒髪ボブの人がめちゃくちゃにされてる動画ばっかり入ってたから。いつも優しい君がこんなのが好きなんだって。勝手に純粋な子が好きなのかと思ってた。だって、私って生徒会で君と出会った時も真面目で何も知らない顔してたし。 異性との関わりもほぼなかったから。実は、あの頃には全部知ってた。なんなら、ペンを持つ君の綺麗な手が、私ので濡れるところを妄想して、一人でしてた。初めてした時、びっくりしてたよね。こんなに感じやすい。エローあれ 違うの君のせいでそういう体になっちゃったのでもねこのフォルダーをしてからも君に言い出せなくて清楚な自分を捨てきれなくていまだにそのふりを演じ続けてるのねえこの手紙が入ってるのを見つけてから何分たった ここまでで大体400時だから2分この手紙に焦ってさらに1分かないつもイヤホンしてるから気づいてないでしょう君が一人でしてるとき私が何をしてるか3分じゃ自分の手では もう物足りないの。待ってる。いやー <laughs> すげえ<ー>わ <laughs> かるこれこれわかりますかこれはもうその相手の男がいつも通りその一人でいたそうと、えー、フォルダー4を開いてその中にね見覚えのないメモ帳があるわけですよ。そのメモ帳を開いた時にこの文章が。 そのメモ帳に書かれてるんですね美しいよねこれは芸術点高い <laughs> あまあ感づいてる方にもいるでしょうけど役者をしてる方、えー、こういうお仕事、えー、声優さんをしてる方だったりねいろんな方それこそもう素人だったりいろんな人に、えー、お手伝いをしていただきましたありがとうございますどれでどれいくかなこれどんなんだっけ <laughs> ではハゃハハハハハハ今ずそうに麦茶の氷が溶け始めたえを <laughs> ねっちょりしてるめっちゃねっちょしてるつ合わさって部屋に響く 演は混じり合い、お互いの意識を確かめるように幼なじみとの間を気まずさと期待が埋める今まで一度だって考えもしないようにしてた異性の部屋という空間が高校三年生の男女を応用させる 《机に参考書を放り投げいつの間にか視界には幼馴染の君と無礼のラグ》《昔から好きでいることを隠しながら話していた自分には》《男女の友情って成立すると思う?》《君は幼馴染と付き合えば》<laughs> こんな些細な話題でもう我慢できなかったどの結論を出しても関係が壊れてしまうのならいっそのこと最後に味わっておくのがいいと思った余裕のない自分を見て君は意外にももう幼なじみに 戻れな,くなっちゃうよ」と意地悪に笑っている君は指先でワイシャツのボタンをぎこちなく外し始めるだんだん指は震え目は潤んでくるその時初めてお互いが不安の中にいることを理解した それと同時に君の本能を刺激する意地らしい表情に欲望は大きくなるばかりだった自分からキスをすると深く深くまで二人は落ちていった 日が傾き、氷が溶けて、<laughs> 薄まった麦茶を気まずく飲む二人は、もう、幼馴染では、なくなっていた。才能が、溢れ出てしもうとる。もう、幼馴染ではないでした。 もうなんかエモさとかそういう美しさがわかる人からしたら俺はもうこういうの大好きだからゾクゾクしちゃうんだねいきましょうどんどん行きましょう夕立と酒と花火激しい夕立とともにデザートと安酒が入ったコンビニ袋をひっさげ彼はやってきた夜の合図と化したルーチンにへき息しつつ迎え入れ気がつけば 用意していた一人分の夕食はいつの間にかなくなっていた一缶百数円の発泡酒が彼を雄弁にし私の少し高めのワインが逆に彼を黙らせる一瓶開け切って余裕をなくした彼の乱暴でぎこちない手つきを私は黙って受け入れる押し倒されたベッドの上 声を殺して目をつむる風に乗ってかすかに聞こえる打ち上げ花火の外れる音に気づいたのは私だけだった荒い息遣いの裏全てを委ねたその後ろよ <laughs> <声を S 1> 長かった今年の夏が忍び足で去っていく軋 <laughs> むシングルベッドの上ぎょしがたい弱膜が。 彼の背中に爪を立てたかっこよ, <laughs> っこよ言い回しどうなってんの表現かっこよきしむシングルベッドの上挙しがたい弱膜が彼の背中に爪を立てたなんやねん弱膜なんやれ！ん弱膜おしゃれおしゃれなことだけはかや難しい弱膜が何なのかわからない 次いきます。これはタイトル言いません。あなたたちの中で、頭の中でちょっと想像を膨らませてみてください。同い年の女の子と初めてデートに来た。彼女は僕より一回り小さく、髪は長い、容姿端麗で知的な女性だった。デートは順調に進み、日も暮れ、周りの音は子供の騒ぎ声より、 大人の話し声が増える時間になった。僕たちは互いに目を見つめ合い僕たちはどこがいいのか探り合った僕たちは一つ屋根の下に入ることにしたいざ入ると彼女は乗り気だった彼女は早々とゴムをつけ始めようとしていた僕は驚いた いきなりすぐつけようとするとは思ってもいなかったからだだが彼女はそれがさも当たり前のようにゴムをつけた僕はそれが普通なのかと思いそのまま勢いに任せた僕は何が好きなのかわからないので何が好きなのか尋ねると彼女は駅弁が好きだと言ったそんな話もつかの間 僕と彼女だけの暑い夜が始まった彼女のきれいな手が棒を握りしめているのだそして彼女は紅色のきれいな口を広げてズルズルと音を鳴らしながら吸い上げた時には手を上下に振りながらズルズルと吸い上げた彼女のきれいな姿には似合わないくらいに汚い汁が飛び散っていた 僕はその様を見てすがすがしいくらいに気持ちよくなった彼女は隙がなく完璧な人だと思っていた僕には彼女の虜にさせるほど印象的なギャップだったその夜から私は彼女ともっと深い関係になったはい今のは。 ラーメンを食べる話なんですね。<laughs> 直接的な表現が多いと思ったでしょう。ヘアゴムなんですね。<laughs> ラーメン、ラーメン焼き目もおかしい <laughs>。ま、2回目見ると突っ込みどころがたくさん見つかるわけか <laughs>。いや、俺のちょっと、これは、文章も好きやけど、 ちょ、声優さんの方もちょっと味があって好きな方を発表していいですか僕は自分がこんなにも異常な感情を抱くことができたのだと驚いた。この初体験は貴重なものにはならず、消えていたユキの方が恋しくなるのだろう。そう思っていた。それは違った。全くもって合理的でないこの行動が僕の生きる理由になったのだ。殺風景で、 少し不潔な部屋には全く合わない存在だった彼女の髪はサラサラで形容し難い匂いがした。触っていて心地よかった。顔立ちのその素晴らしい造形美をじっくりと眺めただけで、すでに充足感があった。瞳の黒さとその光沢が美しく、鼻と口元は柔らかそうだ。頬に手をやると少しひんやりとした感触がした。<laughs> この柔肌を揉んでいるとほんのり暖かくなってきた気がした美しい顔が崩れ今度はとても可愛らしく思った <laughs> この純粋な存在を怪我したくなった本来の目的を果たす時が来たのだベッドに寝かせた彼女の太もんに指を合わせ声をかけ力を加える興奮に自分の顔がぐにゃりと歪んだ感触がしたまっさらな割れ目を見て正気を失った そこからは、あまり覚えてない。この横で寝ている彼女に、気持ちよかったよと伝えた。返事がない。ただのラブドールのようだ。演技が上手いよね。賢者モードの演技が上手いね。完全にこの文章を理解してるのがいいわ。この人に関して、俺いろんな人には言ってるんだよ。ここはこうした感じでとか。言ってんだけど、この人は何にも言ってないの俺。 これが遅れてきたからねやっぱ文章を理解してくれな助かっちゃうのよはい次いきます族の妹学生の頃日がまだ高い時間に帰れた日はすぐにお風呂には入らずに下着だけでぼんやりしていることが多かったその行動を厳しく咎められたことはなくたまに母親から窓際には行かないように とだけ言いつけられていたある日兄が私に言った女の子がそんな格好するもんじゃないよその日は兄が初めて彼女との外泊から帰った日だった妹の裸が気になっちゃうようなことしたんだ <laughs> えっ これは短くて簡潔なのに、ストーリーが濃ゆいよね。これはさ、これ今回マジでいいでしょ。俺が配信始めちゃうの分かるくない我慢できなかったんだよね。出来が良すぎて。じゃ、僕言っていいですかスタンミス出演作言っていい題名。彼は人気配信者。ただいま。 ソファーでくつろいでいると叫びながら彼が帰ってきたいや今日のイベント最高だった楽しそうで何よりだそれでさ MVP なんかももらったあー練習しててよかった嬉しそうに話していてほほえましい彼の話を聞くのは好きだ頑張ったからさご褒美欲しいんだけど。 こういういところは嫌いねえねえ耳元まで寄ってきた気分じゃないって言ってやろうと振り向いた瞬間唇を奪われた驚いた私の顔を見て彼はニヤニヤしている今日はイベントでテンションぶち上がっちゃった <laughs> 目がギラギラしてる正直怖い これはさすがにヤバいと思って逃げようとした後ろから抱きしめられてしまった今日は逃がさん本当にイベントでテンションがぶち上がってしまっているらしい仕方なく今日くらいは相手してやるかと私はお誘いに乗ってあげた <laughs> <laughs>

とと言いようとして辞めたのが1時間前直接的なことはお互い何にも告げないまま気づいたらベッドの上にいた汗の匂いがするかわいいお酒と私の香水と全部混ざってお世辞にも上品とは言えない甲高い息が喉から漏れるたび薄い唇がやんわりゆがむ お腹の奥をぎゅっと震わせながら自分の足がひくひく震えているのを感じていた<お>ピアスも開けていない綺麗な耳短い黒髪こんな風になる予定じゃなかったのに手を握られると怖いくらい幸せになる「かわいいね」ってささやくのに「かっこいいね」って返したかったのに口からこぼれたのは 甘ったるい音だけだったね明日は何もないよまだゆっくりしてようかあ女の子目線のさ作品はさなんかあれだねいいね綺麗だね上品だよね <laughs> でもイベントでテンション持ち上がっちゃったらいいって <laughs> で,でもどんどんいきましょう あーっとこれなんだっけあ彼女ができた顔少し控えめな胸全部ドストライク欠点といえば少しお金がかかることだろうか22年間で女の子と関わる機会なんてろくになかったためよくわからないが お付き合いなんてこんなものかと割り切っている今日もデート最近は週3くらいで会っているおうちデートが多くて一緒に外を歩いたのは仕事終わりにサプライズで会いに行った時だけだあの時の驚いた顔をふと思い出して笑みがこぼれる 幸せをかみしめるそうしているうちに彼女の家の前だいつも通り鍵は閉まっていない奥に進むと見慣れた顔ああ大好きだ心の中でつぶやく彼女も同じことを 思ったのだろうか笑顔で僕の名前を呼んでくれる僕さんと彼氏ができたかっこよくて完璧な彼氏重い私も受け止めてくれる彼には夢があるから私はお金をたくさん稼いで彼を支えるんだそのためなら何でもするだから体を売り始めた気持ち悪いけど。 これから慣れるよねでも最近お客さんに店の前で待ち伏せされたり少し困るけど週に3回も来てくれるから仕方ないのかなあっをすれば例のお客さんだ気持ちを仕事に切り替え彼の名前を呼ぶボックさんとはい ま、この文章めちゃめちゃ良かったんで、声優さんの選出をえかなりこだわりました。恋愛にうぶそうなというか、送ってそうな声を選びました。なかなか胸クソの悪い話でしたね。私は人から出る体液が思考である。ある時、かつての友人に己の思考を吐露し、体前を叩いて混成し許された。 早速人とに濡れた穴に人差し指を入れるテラテラとした液体と生温かい体温が指を包むさすが使い慣れている穴だけあり人差し指だけでは飽き足らずもっと欲しいと言わんばかりに穴が切なくうねりを上げている続いて中指を入れ優しくざらついた上部をなぶる友人はくすぐったそうに身をねじったり時より体が跳ねるのがうい。 溢れた液体はシーツにシミを作らせたり、私の腕に伝ったりしていく。上部だけでは物足りなかったので、全体的にぐちぐちと優しく泡立てるようにかき乱していく。そうしていくと穴は一層ぬるぬるとしていくのだ。友人の体が電撃を受けたかのように跳ねたところで指を抜く。そのとろけ切った顔の友人を見ながら、甘美な液体に包まれた自分の指や手を舐めていく。 友人は信じられないといった顔で見つめ返してくるここで一つ分かったことがあるああ、私は友人を性の対象として恋の対象として見ていたんだとお口の中をいじるだけのお話でしたはいこれは文章が綺麗だったんで選ばせていただきました文才系かな文才系のランクイン あとはどれだちょ、っと待って、ね。これ見たかこれ一個目だもんね。その日は、熱く召された夜だった。ああ、そうだ。吐息系だ。俺の方を伝った汗があなたの背中に落ちて滲んでいく。止まらない呼吸音と涙。そして何度果てたのかわからないほど赤くなったあなたの体が、また、 大きく震える。あなたが見せるそんな姿が、俺だけに見せる特等席からの音と匂いと温度の全部が、いいね。かっこつけたがりな理性という名のストッパーを殺して、しつこく壊して、ガラガラと崩していくものだから、俺は余計に、あなたに手ひどくしてしまう。そのせいで、 わずかに残った冷静な部分が最低能量軽蔑しても動きを止めれないでいる。もうグレーのシーツは成分を吸って色が暗く変わっていた。何時間経ったのか肌と肌がぶつかる音はまだ部屋に響き続けている。完全に柔らくほどけていながら俺が動くと きつくなる底が意地らしい。いいね。内側が狭くなる時の感触は、ギリギリまで輪郭が溶け合って、まるで俺たちが、本当に一つの生命体になったのではないかという幻想を見せてくれる。エロいねさっき落ちた汗を、指で拭うみたいに背中に触れると、あなたの背筋が、ぐぐっと反った。 腰を掴み直して、それを咎める。色色ごめんね。なんて、思ってもいない謝罪が口からこぼれて、あなたを繰り返し、白く汚した。クズ枠ですね。クズ枠です。声優の方も、えー、クズっぽい声の方を採用いたしました。これ俺好きなんだよ。これ好き。クズ男で、 なんか一方的なのがもう目に見えるから酔ってるんだよね自分にあこれラスト1個かもタイトルは「号室先輩これ飲み終わったら終電ですよ」片思い中の先輩と仕事終わりの私服の時間 楽しい時間というものはなぜこんなにも早く過ぎ去っていくのだろうほんとだねじゃあおかわりああそうだったいたずらに笑いながら次の飲み物を頼むこの人のこういうところが好きだったんだそのあと何杯か飲み居酒屋を出たああ 楽しかったから終電なくなっちゃった迎え来てくれないんですか <laughs> 無理だよそれ以上聞いてはいけない気がして口を閉ざした明日も仕事だしなん <laughs> もしないからさホテル行こっか部屋に入り順番にシャワーを浴びた。 コンビニで買ったショートガンで乾杯してベッドに入った沈黙の中窓の外の雨音だけが聞こえた本当に何もしないの目を開けると薄暗い部屋の中でも目が合っているのが分かった指を絡め吐息を重ねた 窓から漏れる光にうっすらと照らされた彼女の体の輪郭が僕の理性と罪悪感を吹き飛ばした先輩はそのまま彼氏と結婚した僕はまだあの203号室を忘れられないままでいるスペシャルでしたやばくねやばくない これ脳破壊されるよね。悪い女だよな。切ないしね。マジで切ない。男ってそういう生き物なんだよな。忘れらんねえんだよな。素晴らしい。文才素晴らしいね。エッチだな。というわけで皆さん、ご視聴ありがとうございました。第1回。えー、何時己のエロ欲を示した前。えー、スキベミニコンテスト。 でしたえー、グランプリの方を発表させていただきたいと思いますグランプリは203号室 <laughs> いやーこれはちょっと今回びっくりはこいちゃいました沈黙の中窓の外の雨音だけが聞こえた本当に 目をしてるの薄暗い部屋の中でも目が合っているのが分かった文章の方も、えー、声を当てる方もいろんな方に力を借りて最高の作品が13作品できましたなんか他にも、えー、こういうコンテストを開くと思うので、えー、その時はお手伝いくださいお疲れ様でした皆さん明日 TGS なんで私今日はもうパパと寝ようと思います いろんな方からマジでねサンプルもちょっと発表しようかなこんなのがあるんですか彼女ができた <laughs> 顔少し控えめな胸全メドストライク欠点といえば少しお金がかかることだろうか奥に進むと見慣れた顔ああ大好きだ心の中でつぶやく 皆さんのもうサンプル自体もクオリティが高くてねよかったんですよ抜き足しを読んでくれた人とかもいたね下の口から涙出てきた知らないうちにねっとしてたっぽい <laughs> パソコンのデスクに並べてたミルク製キが床で潰れてた <laughs> から滲んだ油でデスクがベタベタで冷えた油が黄色くなって固まってる行 <laughs> た時に机に突っ伏してたからか頬が引きつるのも多分の油だ一緒にファミリークリッ いいね、最悪マジで。